はい、こんにちは、山城です。ということですね、今日はね、何をやっていこうかというとですね、また餃子でございますね。前回もね、餃子版選手権って G1 選手権ってやってましたよね、コンビニのね、冷凍餃子をね、見てるというのやってましたけど、今回はね、冷凍餃子じゃなくてね、あの時もちらっと話をしてましたけど、餃子の王将さんですね。で、餃子の王将さんがなんとね、3月19日からね、新しいなんと期待の餃子を出しましたよということで、もう皆さんね、ご存知だと思います。あのニンニク、2倍のね、餃子ということで、なんと青森県産のニンニクを当社費2倍で使ってるという激ニンニク餃子ね、ができましたよということなんですね。いや、これはここがないときねえだろうということでですね、早速、買ってきた次第でございます。ということでね、今日はね、ちょっと、餃子のお店さん、他のね、餃子もちょっと買ってきたんで、じゃあ実際に食べ比べとかしてね、どう違うのかな、どれがね、どれ、やっぱニンニク入ってる方が美味しいのかね、どうかね、ちょっと検証の方ね、していこうと思いました。ということで、よろしくお願いいたします。ではね、早速、料理をね、もうね、注文はして、っていうか、もう、取ってきましたんでね、もう実は買ってきてあるんですよね。よいしょ。いや、これ、餃子のお店さんでね、買ってきましたよ、ってことでね、早速ね、なんか開けていこうと思いますよ。はい、ということで、すみません、相変わらず小汚いどころではないレベルのね、汚さの部屋でございますけど、餃子はね、それでも美味しさ変わりませんからね。いや、ちゃんとそうした部屋で食べないと、美味しさが損なわれるとかっていうね、意見はね、この際全部無視しますからね。はい、そういう科学的根拠はあるらしいですけど、ということでね、いろいろ買ってきました。これがね、言っとった激増しニンニク激増し餃子ですね、と、普通の餃子を2人前と、あとね、ニンニクゼロ餃子もね、食べ比べで買ってみました。そうそう、普段はね、ニンニクゼロ餃子は、まあ、食べることも食べますよ。どうしてもね、仕事の都合とかでね、あんまりニンニクの匂いさせれやんなっていう時はニンニクゼロ餃子に行くことも、特に接客やってた時はね、食うこと、しばしあったんですけど、まあ言うてやっぱニンニク入ってる方が美味しいじゃないですか。ね、っていうことで、なんか、でもね、これはこれでね、生姜が入っとってね、意外とね、温まるようなね、美味しいお味でございますからね。ただね、じゃあ実際に食べ比べてどうかっていうね、値段はちょっとこっちの方がいいですよね。こんな感じ。値段、一覧出しとくと。ここは一緒なんですけどね。あ、値段は、なんか、ここは関西とか関東で違うんでしたっけ。こいつはなんか一緒みたいですね。ということです。あとなんかお前隣に何を買ってきとるんやというとね、これはこれでね、ちょっとまだちょっと駅前の方でね、出てましたもんでね、あっちの方行ったらね、やっぱしね、私はね、このね、鳥のもも焼き買ってこないといけませんからね、本町にある鳥吉さんってところね、沢商店街さんのね、横にあるんですけど、あれがですね、沢商店街さんのところもう今、駐車場になっちゃうんですよね、650円やから安いなと思って、ちょっと今度まだ使ってもいいかなと思ったりもしながら買ってきまして、まだあったかい、あったかい。っていうか、まあ、餃子でまた温めておきましたしね、そういう感じでね、ちょっと買ってきましたんで、お前なんや、ね、貧乏生活をしとるって言っとるのにいいのか、こんなって言うと、まあ、たまにはね、っていうのを、ここまでの、今月に入ってから15日間の食費、合計で1300円で抑えましたからね、頑張ったんですから、ちょっと、たまにこれくらいのプチ贅沢でして、お酒も飲んでいいでしょ、ということでね、ちょっと今日はね、お酒も飲みながら、一杯ね、ちょっと食べ比べね、やっていこうと思いますよ。はい。では、早速開封の儀やっていきましょう。これまず普通の餃子ね、開封していきましょうか。さて、ということで、ね、3人前買ったからね、あれですね、あ、4人前とか、211で買ったから4人前分ね、4個もね、餃子のタレつけてくれましたよ。やっぱあれですね、王将さんに買うとタレがね、ついてくるのはいいですよね。あとなんか入ってるかな、割り箸はいいですよってね、もう家で箸使いますからねっていうので、箸はもらってこなかったんですけど、よいしょ。あとは、これね、スマホアプリの案内出てますね。そう、これでね、テイクアウトもできるんですけどね、ニンニク餃子はね、なんかリストに載ってなかったんで、今日はちょっと電話で注文させてもらいましたけどね。これはね、餃子の焼き方とかね、まあ生餃子も売ってますからね。そうそうそう、出来たてがいいのもあれですけど、でもね、結構ね、お店で焼いてもらった方がね、美味しいことも多いですからね、うちの場合ね、ヨーグルト店が近いっていうのもありがたいですしね。そうそうそう。で、餃子の王将。あ、ちなみに今日は、常盤の店の方で買ってきましたけどね。そう。おうちで本格生ラーメンとかね、いろいろ載ってますね。そう。弁当メニューなんかもあったりしてね、便利ですよね。こんな感じでね。値段一緒。焼き餃子も生餃子もね。家で焼いた方、焼いて焼きたて食べたいよって人はあれですし。
もう近くやからね、焼いてもらってね、プロに焼いてもらってね、出来たてをね、そのまま家でパクリ焼いたいよっていうね、私みたいな人なら焼き餃子とわけで開封しちゃいましたよ。ああ、今日もいい焼き色ですね。いいじゃないですか。これが、ノーマルの餃子ね。で、本打ちは最後にしましょう。で、こっちが、ニンニクゼロ餃子。ほう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 。で、こいつが、ニンニク激増し餃子ですけど、さあ、どうかな。見た目はそんなに変わらなさそうかな。どうかな。おお。まあまあ、見た目は一緒ですよね。同じ餃子の皮でしょうね。多分餃子の皮は書いてないとでしょうから、並べると、三英傑並べてみるとこんな感じですね。こいつがノーマル、こいつがニンニクゼロで、こいつが激ニンニク激ますね。いいじゃないですか。いや、どれ匂いはこれはやっぱニンニクの香りがしないですけど、これとこれはニンニクの香りがするんで、うん、そこまでニンニクがわーってくるっていう感じはないですね。うんうんうん。ではちょっとね、タレを入れて食べていこうと思いますよ。いや、やっぱ4人前分入ると相当な量がありますね。いいですね、いいですね。あ、ちなみにね、餃子のタレがいや足りねえよ、もっとジャブジャブつけてよって方はね、あの単品でね、あの餃子のタレね、あの餃子の王将さん売ってますからね、柚子胡椒風味の、あ、柚子胡椒風味じゃない、柚子風味のね、美味しいやつ売ってますからね、あれをねキープしておいてもね、あれはあれでね、あの他の料理とかにもね、さっと野菜炒めにさっとかけたりしてもね、あの美味しくいただけますからね、結構あれもあれで重宝しますからね。さあ、ということでね、揃いましたよ。ではね、早速ね、食っていこうと思いますよ。まあ、その前にね、ちょっと一杯喉を潤してから、ちょっとすいません。いやー、やっぱ YouTube いいな。飲みながらできるもんな。ちょっと最近ずっとね、酒も控えてたんですけどね、まあ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 、今日はいいでしょう。てのもね、今日ね、実はこれ休みね、に撮ってるんですけどね、こっそりね、30本撮りやったんですよね。これ今31本目なんですよ。そう、30本撮り、あの、新チャンネルができた兼ね合いで、作った兼ね合いでね、言うて5チャンネルできた、あるわけですよね。そうそうそう、手広くやりすぎですけどね、5チャンネルあるからね、ある程度更新をしないといけない。特に新しくね、できるヤマペリアとね、YouTube はね、しばらくの間ね、ちょっと毎日更新でやりますからね。まあ、かなり手軽な動画にはなってますけど、ただね、まあ30本も撮ったんだからね、まあ、どれか一つくらいバズるだろうと。ね、まあ30本撮っても当たらないかもしれませんけどね、まあここにね、現に500、もうすでに550本以上投稿して一つも当たってない人間がいるわけですからね、悲しくなってきた。まあ頑張って撮ったし、今日ちょっと今日からね、いただかせていただきましょう。レモンドさんでね、行かせていただきます。あーうまい。いいな。まあ、ちょっと、レモンドさんフェードアウトします。これも飲みながらやっていきますけどね。前も言いましたけど、あの、前の餃子の動画でも言いましたけどね。やっぱ、左手でね、持ちながら食えるっていいよな、こういう時。カメラは右手でしか持ちにくいようになってますからね。こうすると、もう画面見ながらね、自分は食えますかね。さあ、早速ね、まず普通の餃子行ってみましょう。もう食べ慣れてますね。もう何百人前食べたかわかりませんからね。いただきます。うん、うん、あ、おいしい。やっぱ王道ね。あー、うまいな。いいですね。やっぱ王道、やっぱこの餃子のお塩ってやっぱこの味ですよね。うんうんうん、そうそうそう、うん、いや、おいしいわ。うん、幸せですね、餃子に囲まれる生活。うん、でもやっぱあれですね、ちょっとね、同じ製品がないんであれなんですけど、この前餃子ワン選手権ってやりましたけど、やっぱ一個一個の大きさが大きいですよね、餃子の王将さん。うん、それでね、で焼きたてをね、こうやってね、調理してくれてね、このお値段やったらね、1人前、今220円とかでしたもね、このお値段ですからね。いやー、いいですよね。あー、すんまん。じゃあね、続きましてはね、先にニンニクゼロ餃子いってみましょうか。まあ、これはもう食べたことあるんでね、あれですけどね。まずはちょっと
ね、真打ち登場する前に行ってみましょう。ニンニクゼロ餃子ね、どうかな。うん、ほいほい、うん、相変わらず餃子がね、効いてますからね、おいしい。うん、これ餃子とニラ、ニラも入ってないのかな、これ。あの生姜のね、シャキシャキ感がね、しっかりあるんでね、あの刻み生姜なのかな、おいしいですよね。うん、やっぱりニンニクがないと、あのレモンサワーで流し込む時のあれ感じがちょっと変わってきますからね、不思議なもんですよね。まあ普通の人だとビールとのお供ってなるところなんでしょう。まあ、あの個人的にそこまでビールが好きなの、どっちかサワー系とかそっちの方が好きなんでね。あ、レモンドーサーもうまい、 5% うまい。うん、そう、今日はね 9% にしてないんですよね。うん、まだねちょっと時間もね早いんですよね。そうそうそう、夕食のピーク前に買ってきたいましたんで、うん、出先によってはね30本取って、それだとちょっと、出先用事があって、そこから帰ってくる途中に要は、このね、あの買ってね、取り寄せさんに買ってきて、でそのまま、電話注文入れて、時はで取ってきて、そのまま帰りってね。そう、緑地のお店だとねちょっとルート的に大回りになるのと、あの前の道が混むんですよね。まあ、時は店もねまあまあ混みますけど、緑地のね前のね緑地公園の前はねもう本当に逃げ道ないですからね、うん、さあなんて話をしてたらついつい手を取ってましたよ。いきますよ。さあどうでしょうね、このニンニク激増し楽しみですよ。ニンニク感どれぐらいあるのか、では早速行ってみたいと思います。よいしょ。ふんふんふん、あー来た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 、うん、あ、来た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 、うん、あー結構ニンニク来るね、あーやっぱ来るな、うん、あー甘いわ、あーおーこれガツンときますね、いやーやー甘い、うん、いやこれ予想以上にガツンときますね、うん、やっぱ2倍ってすげえな、うん、これうまいっすよ、やばい、もう一個いっちゃおう。これはね、うん、やっぱニンニクはしっかり効いてますね、うん、火が通ってるからかね、あの生のあの違和感はなくてしっかりと火が通ってる感じなんで、本当に素直に美味しくいただけるし、スタミナつきそうな感じですよ。あ、特にあれかもしれない、ニンニクゼロ餃子食った後だったからかな、本当にガツ、最初口に入れた感じあんまり変わらんなって感じだったんですけど、噛めば噛むほどどんどん来ましたね、ニンニクが、うん、これやっぱ力ありますね。あ、いいね、別に、じゃあこっちの餃子がまずいのかって言ったらどうなのか、まずいことはないんです絶対に、あ、うまいうまい、うん、あ、うめ、これあれですね、多分ストローク行くならこっちのがいいかもしれない。うん、あのほろ酔いとかだったらあのこっちの方のか、これだとね多分ねほろ酔いのパワーをあの打ち消してしまいますんで、パワーヒッターですね、かなりのパワーヒッターですんで、ストロング推奨かな、うん、こっちもねストロングも合うんですけどね、今 5% でもまあでもねレモン堂さんの 5% なのでレモンがしっかり効いてるんでその分で相殺されてますけどね、多分ね濃い酒に合いそう、こっちの方が、うん、うん、うまっ、あ、いや酒進むなこれ。あ、そう、あの忘れてはないですけど、そろそろちょっともも肉もねいただきましょう。これねやっぱりねしっかり大きいですね、これでね390円ね、ちなみにね、ちょっとお値段するじゃんって思うかもしれませんけどね、これね国産でねこれだけの身入りがありますからね、何せあのね、フライドチキン2本分って考えたら十分食べることありますもんね、うん、それより全然100円以上安いですもんね、うん、いただきます。うん、案外歯がなくてもいけるもんだな、うん、そう、今口に入れてから思い出しまして、歯がね、まあ、抜粋した感じでだいぶ下の歯がないんですけど、うまいことなんか食えるもんですね、あの噛みちぎるのがねうまいことできないんでね、物理的に歯がないんで、あの断面図とかはねあの
噛みちぎって出せればいいんですけど、それができないんですよね。ちょっと全部口に入れちゃわないと、あのボロッボロになっちゃいますんでね。はい、ということでね、美味しくいただきましたよって、ね、これね、ゼロ餃子が入った方もね、ちゃんとペロリ、いただきましたよということですね。まあ、正確なことをね、申し上げますと、食べ終わった後、見事にですね、お酒が回ってですね、いやー、寝落ちしましたね。あれですね、しばらく飲んでないと 5% 1本で、1本じゃないな、正確に言うと2本開けてますね。うん、2本開けたらね、もうベロンベロンでしたということですね。いやー、酒弱くなってるなー。ねえ、5% と 7% ですよ。5% と 7% で、ベロンベロンになれるってね。まあ、ある意味効率よくなっていいんじゃないかなということですね。いやー、久しぶりのお酒も美味しかったということです。いやー、やっぱし、美味しいですね、この、ニンニクゼロ、ゼロじゃない、ゼロも美味しかったんですけどね。いやいやいや、これは、ただあれですね、このニンニク増し餃子はどっちかというとストロング系というかね、やっぱし濃いやつに合うんじゃないかなと思います。あと、ご飯に合わせるっていう意味だったらもう、それぞれもう3種類味が違いますから、まあ、全部ね、ご飯に合う。うん、合う。うん。ただ、ご飯少なく行こうとかっていうような考え方で行くと、うん、ちょっとご飯の量が大変なことになるかもしれませんね。ですから、王将で食べる、お店で食べるときなら大ライスはこれ必須かな、という感じですね。うん。という感じでした。あ、そう、やっぱ、登場したいのね、もも肉も美味しかったですよ、ということでね。いやー、いいですね。ということでね、パッとまとめますと、いや、とにかく、ゼロ餃子もね、普通の餃子も、この、ニンニク激増し餃子もね、まあもちろんね、やっぱ美味しい。うん、美味しい。そんな、ぶっ飛んだような味のやつやっぱしないです。これやっぱ餃子の王将さんですからね、うん、味はしっかりしてるな、というところで。まあそんな中で言うなれば、やっぱし明日のこと考えるならこれね、ですし、餃子、生姜がね、しっかり入ってるんでね、意外と、温まる感じですからね。ちょっとね、夜冷える時とかね、いいかもしれませんね。で、お酒のお供としては、弱いお酒向きかもしれないね、こっちの方が。で、オールラウンダーで、強いお酒、ストロング系なら、こっちかなっていう感じが、激増し餃子っていう感じがしましたね。で、あとね、ラー油と来たんですけどね、ラー油はやっぱし、普通の餃子はね、普通にラー油に合う。に対して、ニンニクゼロ餃子はね、あんまラー油を入れるとね、ラー油が勝っちゃう。に対して、ニンニク激増し餃子はね、ラー油入れてもね、結局ね、ニンニクが勝っちゃう。ところはありました。ですから、ラー油を多めに入れるとかね、ね、ちょっとした工夫することによって、より美味しくなるんじゃないかなと思います。あ、今日ね、ちょっと試しなかったけど、ブラックペーパー入れてもね、美味しいかもしれない。って思いました。ということでね、美味しくいただきました。皆さんもね、よろしければね、この、餃子の王将のね、餃子、3種類ね、になりましたんでね、ぜひね、ご賞味いただければと、ご興味ある方は、ぜひご賞味いただければと思います。ということで、この動画これぐらいで締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。